フォロワー数って絵のうまさなの？皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。本気で絵を描いていくぞってなると Twitter 重要なんですよね。やっぱりフォロワー数が多いとすごいイラストレーターみたいなイメージってあると思うんです。フォロワー数が多くないと絵の仕事がもらえない？10万人いってないと依頼対象リストから外されるらしいなんていう噂もね、嘘か本当かはわかりませんが、よくね、耳にしたりします。ただ、実際にフォロワー数で測られることって結構あるよなーってね、僕は思います。でも、なぜか絵が下手なのにフォロワー数が多い人って中にはいますよね。あれ、この人絵下手じゃね？作画も悪いし、てかなんか人体おかしくね？なんでこんなにフォロワーいるの？みたいな。で、自分よりも絵が下手な人がフォロワー数が多かったり、人気だったりすると、特にね、頑張ってる人ほどいい気分ってしないと思うんですよ。だってめちゃくちゃ頑張って画力磨いてきたわけじゃないですか。それなのに自分より絵が下手な人が自分よりもうまくいってる。え、なんで？自分の努力って無駄だったの？ってなって落ち込んじゃったりしちゃうんです。暴走すると、人気キャラのエロ絵ばっかあげてあいつずるいよな。自分はエロとかない綺麗なオリジナル作品を描いてるからフォロワー少ないだけだし。とか、あの人ってフォロワー多いだけで絵下手だよね。同じような量産へ投稿しまくってるだけ。とかを周りにね、言い出しちゃう人もいます。中にはできた人間ってのもいて、そういうのね、全く気にしない、自己肯定感がめちゃくちゃ高い人もいます。が、なかなかね、そうもなれないんですよね。例えば会社とかでも、あいつ仕事できないのに課長昇進？いつも上司の機嫌取ってるだけのイエスマンじゃん。その尻拭いは全部部下に押し付けやがって、みたいな状況って、すごくストレス溜まるんですよ。やっぱり人間誰しも努力が報われないとか理不尽とか不平等ってね、すごい嫌なんです。で、実はね、僕も昔はこういうことにモヤモヤしていた時期があったんです。自分はずっと IT 企業の会社員をやりながらイラストレーターをね、やってたんで、本業や副業の絵の仕事に追われて全然イラストを投稿できなかったり、あとブームが来た作品が自分もね、ちゃんと見てて大好きな作品なのに時間がなくてブームに乗れなくて、それでね、フォロワーが全然増えなかったりして、そうすると自分よりも画力が低い人にまでどんどん置いてかれちゃう。それが本当に辛かった時期もあったんです。でもある時ね、フォロワー数って何なのかっていうことが分かったら、このモヤモヤがね、一気になくなったんです。しかもそれだけじゃなく、フォロワー数が多い理由が分かったことで、自分の描く絵とか行動とかっていうのを見直すことにつながって、めちゃくちゃ自分自身がイラストレーターとして成長できたんです。なので前置きが長くなりましたが、今回の動画ではフォロワー数って何なのかってのをね、お話ししたいと思います。そしてこの動画を皆さんの絵や行動をね、見直すきっかけにしてもらえたら嬉しいなって思っています。で、結論から言いますと、フォロワー数は絵のうまさではありません。そうなんです。フォロワー数が多いけど絵が下手な人もいます。フォロワー数が少ないけど絵が上手い人もいます。じゃあ、フォロワー数って何っていうと、それはニーズに応える力なんです。ニーズに応える力？何それっていうね、感じだと思いますので、詳しく説明していきます。Twitter ではね、ここに書いた左側のようなニーズが強い傾向があります。上手な絵が見たい。たくさん絵が見たい。エロ絵が見たい。共感したい。人気キャラクターが見たい。流行りの絵が見たい。これらのニーズに応える行動っていうのは、こういったものです。高い画力で絵を描く。投稿頻度を上げる。エロい絵を描く、共感できる作品を描く、人気キャラクターを描く、流行りの絵柄で描く。画力が高いっていうのもニーズに応える方法の一つなんです。画力も含めてニーズにどれだけ応えているか、みんなが求めているものをたくさん与えられているのかっていうのがね、フォロワー数になるんだと思います。なので簡単に言えば、フォロワー数を増やしたければ、ニーズにたくさん応えればいいんです。で、こういった行動をずるいことだってね、言う人結構いるんですが、これってね、何もずるくないことなんです。誰でも投稿頻度を上げたっていいし、エロ絵をね、描いたっていいんです。でも、それをやりたくないとか、別のことをしたいっていうのは、自分自身が決めてることなんです。画力が高い人は、それだけ絵を頑張ってきた人です。投稿頻度が高い人は、時間を捻出できるすごい人なんです。エロ絵を描いてる人だって、できない仕事が増えるリスクも負いながら、エロにね、情熱を注いでるすごい人なんです。共感できる作品を描ける人は共感センサーがすごい人なんです。人気キャラクターを描く人は流行を追いかけ続けてるすごい人なんです。流行りの絵柄を描いてる人は柔軟で勉強熱心な人なんです。画力が高いってこと以外だって全部本当にすごいことなんです。だから絵が下手なのにフォロワー数が多い人がいたら画力はね、認めなくてもいいと思います。でも、画力じゃない部分でとってもすごい人なんだってことをね、認めてください。そう捉えると、いろんなことに納得がいくし、反対にそのすごいところっていうのをね、吸収しちゃえば、自分のニーズに応える力も上げられます。相手のすごいところをすごいって認めて、自分に吸収していくっていうことが成長の秘訣なんです。このニーズに応える力なんですが、知っておいてほしいポイントがいくつかあります。一つ目のポイントは、掛け合わせることで大きくなるです。こういう動画を上げると勘違いする人がたまにいるんですが、こういうことをしている人イコールみんな絵が下手だっていう話をしているわけじゃありません。さっき言ったような内容って、掛け合わせれば掛け合わせるほど超ニーズに応える人になっていくんです。だから、例えばね、投稿頻度が高くて、さらに画力も高い人っていうのもいっぱいいるわけです。まあ、極端に言えば、人気キャラクターのエッチで共感できるめちゃくちゃうまい流行りの絵を毎日投稿する人なんかがいたらね、最強なんです。掛け合わせも大切なんだっていうことを覚えておいてください。で、もう一つのポイントが、別のニーズもあるっていうことです。さっき例に挙げたような絵以外にはニーズがないのかっていうと、そんなことはありません。例えば、人気キャラクターや人気作品の方がニーズはもちろん大きいです。でも、マイナー作品やマイナーキャラクターにもファンはいます。なので、さっき紹介したやつに該当していなくても、ニーズっていうのはあるので、ニーズの大きさっていうのをね、意識して考えていくことが大切だと思います。で、最後のポイントはこちら。一つの答え方にも力の差があるです。例えば、共感できる作品にだって、ちょっと共感できる作品と、より多くの人が強く共感する作品があります。だから、共感できる作品かどうかだけじゃなくて、それがどれだけ多くの人に刺さるのかっていうのを考えていくことが大切なんです。そしてこの3つを踏まえて、自分のニーズに応える力ってどのくらいなのかなっていうのをね、一度考えてみることが大切なんです。でもここで気をつけてほしいことがあります。自分のニーズに応える力っていうのを考えて、じゃあ、やりたくないことを何でもやるっていうのはね、違うと思うんです。ニーズに応える力を上げる方法にもいろいろね、ありまして、まずはね、単純に、先ほどね、例に挙げた内容をやるです。でも、中には自分のこだわりでやりたくないことっていうのもあるじゃないですか。そんな時は、ニーズに少し応えたっていいんです。例えば、どうしてもオリジナルキャラクターを描きたいって思ってるんだったら、よりみんなに好かれるオリジナルキャラクターっていうのを考えていけばいいんです。エッチな絵は描きたくないっていうんだったら、フェチズムを意識する。例えば、鎖骨っていいよねとか、女性の体の柔らかさって魅力的だよねとか、そういうのを意識するようにしたり、魅力的な表情や仕草をね、描くようにしていけばいいんです。投稿頻度も、毎日投稿はちょっと無理だよっていう人でも、例えば、月1投稿の人だったら、月2のね、投稿に変えてみるとかでいいんです。こうやって自分自身のニーズに応える力っていうのを少しでも上げていくっていうことが大切だと思います。他に別のニーズに応えていくっていうのもありです。今特にね、特徴のない絵を描いてるんであれば別にエロい絵をね、描かなくてもいいんです。かっこいい絵や愛らしい絵やおしゃれな絵や綺麗な絵にもニーズがあります。なので、そういう別の方向からニーズに応える力を上げていけばいいんです。で、ここに挙げたようなことをしていって、少しでもあなたのニーズに応える力っていうのを増やせば、それがね、そのままフォロワー数に反映されていきます。だから、自分が納得して行えるニーズに応える方法っていうのをね、自分なりに考えるっていうのが一番だと僕は思っています。ここは自分のこだわりだから変えたくないっていうところはね、変えなくてもいいんです。ただその代わり、その分ね、多くのニーズには応えられないっていうことになっちゃうので、フォロワー数はそれに対応したものになるっていうことは覚悟してください。でも、それを理解した上で自分でそれを選んだっていうなら、もやもやせずにすっきりとした気分で活動していけると思います。はい、ということでね、フォロワー数は何なのかっていうのをお話ししてきましたが、どうだったでしょうか？この動画をきっかけに、ぜひね、あなたのニーズに応える力を自分なりにね、一度考えてみてください。自分のニーズに応える力を見直すっていうのは、自分の絵に魅力があるのかっていうことを考えることにもつながるし、自分がどんな作品を作りたいのかっていうのと向き合うことにもなります。それはイラストレーターとして活動していく上でとってもいいことだと僕は思います。ぜひ皆さんもこれを機に自分のニーズに応える力見直してみてください。やってみてもしここが足りなかったからこうしよっかなっていうのがね見つかったらぜひねその内容をコメントに書いてってほしいです。みんなの変化が見えると僕ねめちゃくちゃ嬉しいのでどんどん報告してください。で、ちょうど別の動画で流行りの絵柄を描けるようになる方法っていうのを紹介しています。ニーズに応える力を上げるのにきっとね役に立つと思いますのでぜひこちらの動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。以上、フォロワー数は絵のうまさなのかでした。やきまえるのお絵かきチャンネルではお絵かき関連の動画をねいろいろアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではー。